どうも、石田です。そうです。今日は何ですか？今日はですね、人生ゲームをやるんですけど、この前あの、はい、ティーバッグやったじゃないですか、はい、あれがなんと黄色になっちゃったんですよね。広告がつかなくなっちゃったんです、うんうん、後からモザイクなしで見せてたのが悪かったんですかね、たまで。それもあるかもしれない。ちょっとやりすぎ、反省。そうですね、ちょっと反省して今回ちょっともう一回ティーバッグを反省してないんやちゃんとあの後ろティーバッグじゃないですよ、ちゃんとレース付きのやつで本物のパンツじゃん、これ。もうこれ今回ちょっとモザイクでやってみようかなっていう。タクマがさ、歯抜いたからマジで気持ち上がります。こんな感じで今撮影してますちょ、本当に気持ち上がる。マヨカさんの足なんでなんか2つあんの？脱いで、もうみんなさ、気づかんかったら次気づくまで、次吉田君もこっちでやってもらおうかな。いけこれもやったの、これどっちがいいですか、これ。あ、でもこっちの方が色は可愛いね。あ、これ履くの、俺今回モザイクですか、これどうなるかっていう検証もありますよ、だから。あ、なるほど。いや、やりますよね、動画のためだし。お、ついに一回ね、着替えればいいっすか、んじゃん。なんなんすか、これマジで。この今モザイクですけど、完全モザイクっすね。吉田君これやると面白いね、マジですよ、これマジで。ただの罰ゲーム。最初普通に履いてるのが最初ね、で徐々にこう、で、それで気づくのかっていう、うん、で、まあやっていきますか、じゃあ。俺めちゃめちゃなんかセクシーになったね、今。あのさ、女子がさ、はい、あ、彼女にやってほしい、なんていう、ちょっとパンツ履いてるか履いてないか分からない。そうそうそう、あれになってない、今ちょっと足綺麗なのムカつくな、マジで。じゃあ、確かにもうすぐ来ちゃうんで。そうですね、もう先に佐々木が脱ぐってことね。先に、そうですね、じゃあ行きましょう。はい、はい、はい、ということで、サブちゃんこれサブチャンスね。サブチャンで人生ゲームやっていくということで、はい、人生ゲーム初めてやるんでぶっちゃけ楽しみですけど、ということで、うわ、ガチの金じゃん。人生ゲームの中で金持ちを目指していくっていうゲーム。そうですね、誰が一番金持ってるかって感じです。ああ、なるほど。運が強いの、これ。運強いですね。頭の考えとかないの？ほぼ、ほぼないですね、はい、こういう感じですか。じゃあこれを今日は佐々木くんと俺と吉田くんと戦うんです。3人タクマーダンが今日笑ってるということでね、カメラマンをやってもらうようですね、はい、うわぁ、俺やったことないんですよね、一回も。初めてなんですね。そう、これなんですか、罰ゲームとかあるんですか、また罰ゲーム。でもタクマが参加できないからちょっと無理よ。もうタクマ罰ゲームみたいなとこあるやん、すでに。すでに親知らずに殺されて言われてさマジで笑うと痛い。え、これは何、この辺は。その辺も後から宝カードっていう。これ何なんですか。あ、これそれ車っすね。はい、ということで、やり方わかんないんですけど、みんなやったことあるみたいなんで教えてもらいながらやっていきますか。一回だけね、あるよね。そうですね。じゃあ、戦っていきますか、ガチで。誰が一番金持ちになれるかって。そう、最後のゴール、うん、で、子供ができたら乗せるんですよ。子供ができたら、これ人間なんですよ、一応。マジで。そうそう、なんかあれなんよね、子供が多いければ多いほど最後乗れたりするよね。最後のお金。あ、ごめんごめん、俺弁定がだから、これで。最初、5000円一人ずつもらってから進むコースを選ぶ。5000円。うん、こういうの小さい頃マジよくやったよな。よくやりましたよ、マジで、うん、ということでね、じゃあ、あんで、あれ一番上チョンボしてる。いやいやいや、たまに重なる時あるじゃん。ということで、これ順序はどういう順番なの。順序は、とりあえずじゃんけんしますか。じゃあ最初はグーグーじゃんけんぽい、じゃんけんぽい。え？何今の？じゃんけんなんか今の。じゃんけんで、こんななっとったっすよ。じゃんけんね、反射神経すごい人はグーから出しとけばどっちも対応できますから、相手がパーだったらもうこうすればいいし、相手がグーだったらこうだし、明らかにやられてる。後出しだった、後出し。明らかな。明らかな。まあいいじゃん、それ一番最初が有利とは限りませんね。そうですね。じゃあこれ回転するの。え？え？え？あ、もう何回転させないといけないみたいな。それ、そのルールしましょう。あ、じゃあ行きますね。はい、おお、すごいすごいすごい。でも分からんね。そう、分からん分からん、まだ。え、どっちからどっちから、どっちでもいいの。どっちでもいいっす。あ、じゃあこっちから行こう。あ、ビジネスコースだって、こっち。ビジネス。1、2、3、4、5、6。これどっち。うん、こっちしか5つですね。黄色指通過した時点でもらえる。あ、そう、もらえるんです。あと、ここももらえるんじゃない。ビジネスマンになれる。ちょっと、俺のチーズギルドが来たの。ビジネスマンになれる。給料12000。あ、気に入れば職業カードを取る。だから 選んでもらうんですよ、うん、え、どういう感じ。でもまだあるビジネスマンになります。あ、いえいえ、はい、はい、ビジネスマンになりましたと。いやー、チーズ牛丼が来ちゃったか。はい、牛食ってないんですけど、10。はい、あ、はい、何。話題の映画を初日に鑑賞、2000円払う。はい、あ、俺2000円払うんですか。そう、映画見たんでちょっと。あれ
これ俺もらったもん。もらったっす、これ。とんでもない金じゃん。で、2000円払うと。じゃあ俺ですね。はい。よーよん。すごいすごい、俺1万4000円持ってる。おー、すごいな。俺もビジネスパン行こうかな。いただきます。みんなビジネスパン専門職。あ、俺は逆に専門職って言うのは。おお、あえて1、2、3、4、5、6、7、8、9。デザイナーになれる。おお。給料1万円、気に入れば職業カードを取り、どうします？4進む。うわー、チーズ牛丼のサイズ、波が一番ちょうどいい。デザイナー？え？波が一番ちょうどいい、チーズ牛丼のサイズ。大盛りだとご飯多すぎて、チーズが染み当たらない。給料もらって、うまっ。1万円。吉田くんがデザイナーになりました。デザイナー。1万円。給料1万円と。あれ？すごいじゃん、みんな。俺デザイナーか。じゃあ俺行きますね。えい。7。おぉ。専門職で。専門職。1、2、3、4、5、6、7。あ、医師になれる。おぉ、来た。ちょっと金持ちコースじゃないですか。まあ、ビジネスマンは俺だけだからね、でも。医師。給料日絶対もらえますからね、その赤いところに乗ると。来た。そうだね。で、6マス進むだから。こいつも給料もらえるんですよ、毎回。ただ、多分そこの割合があったんで、ね。あ、給料日で2万円もらえる。めっちゃ金持ちやん。生命保険か。生命保険か、俺入ろう。俺さっきちょっと順番あれだけど、はい、俺入ります。え、ありっすか、後出し。あ、後出し。後出しなしっすね。うわー、よかった。俺見てなかったな、これ。まあそれも自分の落ち度ですからね、うん、確かに。じゃあいいっすか、次俺、はい、俺3、3狙う。よし、3狙うと何？てんてんてん、6000円ですね。もうストーカーを撃退、6000円もらう。ありがとうございます。5、1、2、3、4、5。うんちを踏んだら金運アップ1万5000円。おぉ、聞いたこともねえぞ。いきます。はい。6。え？出かける先はいつも雨。2000円払う。よーし。どういうこと？どういうこと？傘代？よーし、8。おぉ、でかいな。結婚。結婚。結婚。これでもう一回ルーレットだね。で、俺、結婚できると。そうそう、もう結婚しました、これ。あ、誰かと？え、じゃあ相手の女の人乗せて、はいはい、で、ここで結婚祝いがもらえると。そうだね。じゃあこれ、ちっちゃい数字の方が強いですね。じゃあいきます。よし、1、2は5000円。よし、5000円祝儀ですね。あ、そうか、俺らからか。そうよ。あ、最高じゃん。ありがとうございます。で、3進まない。3進まんってか、どっちかに。1、2、はい、3、はい、車を救出5万ドル。おお、5万。すごい、5万。でかくなってきた。あ、え、俺金持ちすぎじゃない？ちょっとじゃあ行くぜ。5か。2、3、4、5。臨時ボーナス6000円もらう。赤い職業のカードの人は8000円もらう。俺、赤くない？赤いっすね。8000円か。え、だから6000円と8000円でしょ。ん？違うでしょ。なんで？臨時ボーナスで6000もらう。赤い職業のカードの人はプラスってことでしょ。いや、6000円が8000円だよ。その感じだと。あ、そうなの。とんでもない。とんでもないよ。大したけど。それボーナスじゃないじゃん。あ、2000円ボーナスだ。2000円が。1、2、3、4、5、6。あ、結婚しましたね。ちゃんとピンク出す。もうピンクですよ。ルーレットを回し、みんなからお祝いを。10か9で。はい。10か9はもらえない。あ、もらえないやん。今結婚したのにご祝儀もらえない。で、あと4か、佐々木君。4。3万円払う。やったー！3000円。何で3000円払うんですか？夫婦喧嘩で近所から苦情。早すぎる。じゃあ2いきますね。あ、惜しい。あ、1か。うわ、最悪じゃん。3000円。夫婦喧嘩で3000円払います。3000円、誰に払うの？ここに？銀行に？じゃあいきます。お、7。結婚できる。もう押すじゃない。押すじゃないか、これ。勘弁してくれよ。で、ルーレットですね。はい。お、4は3000円もらえます。はい。おー、みんなから。ありがとうございます。最初2000円のお追加したい。ありがとうございます。どうも。ご祝儀。ご祝儀。2000円のお追加。僕、こっち行きますわ、ね、反対に。1、2、3、4、5。宇宙人から贈り物をもらった2万8000円もらう。おー、2万5000円。なんで金持っとんだ、宇宙人が。吉田君、ガチでうんこ踏んでからめちゃくちゃ金運上がっとるじゃないですか。最初上がってるから。10。1、2、3、4、9。お、青。うわっ、山にこもって気分転換、3000円払い。木彫りの熊か埋蔵金をどちらか。おお、埋蔵金すごいな。
アイテムがあるんですね、こんなの。埋蔵金もらった方がいいんじゃない？後々なんか効いてくるかもね、最後とかに。埋蔵金にしました。はい、じゃあ俺いきますね。2、1、2。友人とバーベキュー楽しいけど8000円払うか。この人生ゲーム YouTube 見とる、もしかして。4か。1、2、3、4。あ、こういうの持ったら進路を変更するだから、こっち側に行かないといけないね。給料日、あ、俺給料日飛ばしちゃったっすね。給料日皆さんもらってください、しっかり、はい、あ、そうだ、俺も。あ、もうこれ後出しだよね。ほら、後出し。いや、そういうことでしょ。それはもう通貨なんで。あ、そうか、それは通貨か。うわ、なんか最近に甘いな、後出した。いやいやいや、家を買い、旗を立てられる、5000円で火災保険に入れる。家を買う、家買えるでしょ。5万で買おうかな。で、この家を買います。5万の家、高層マンションは買えないんで。これマンション買うと何が起こるんですか。一番最後ゴールした時に確かね、なんか特典がついてる。3倍か4倍ぐらいで売れる。やった、家ゲット。不動産投資じゃん。そうですね。1位、働きすぎて疲れた、1回休む。うっそ。いや、お医者さん大変ですからね。9、ここっすね。お、8000円もらう。 DIY のお手伝い、8000円もらう。あとこの給料ももらえるんじゃない、通過したから。あ、そうだね。家も買える。俺家も買えるの。俺買うわ、家。4万買います。俺好きだな、海沿い。うん、ちょっと9、カブトムシを飼育、3枚もらう。おー、金運爆上がりしとるじゃないですか。どういう、金運すごいな。うん、おー、すごい。10、おー、すごい。1、2、3。ん、そっか、なんだこれ。ルーレットを回してランクアップナンバーが出たら初期をカード裏返して給料をもらう。おー、あ、そう。あ、そういうことね。昇進っすね。1から9が出ればいいですね。おー。じゃあ行きますよ。確率高。1から9だったらよかったのに10が出やがった。5、6、7、8、9、10。定職、はい、ランクアップ。ランクアップに挑戦するか、場に余ってる職業に転職できる。おー、あー、だから役職上がらなかったから切れて転職考えてるってことですね。エンジニアにしよう。エンジニアになります。7、うん、1、2、3、4、5、6、7。一緒一緒や。一緒。俺は3から8引けば、そうランクアップね。いきます。よーい、ドン。あれ、よーし。9、はいはいはい、デザイナーのものですね。じゃあ僕は、はい、あ、10。おー、でルーレット回してランクナンバーが出たら一緒ですね。将棋を裏返して、2、4、6、8、10が出たら委員長、すごっ。あ、なんか、あ、行きましたね。ランクアップしましたね。おっと、給料もらえる、その5万円を。おー、あ、でかっ。おー、でかっ。で、俺ですか。はい、1。お、結婚か。男女の双子が生まれる。おー、子供。みんなからお祝い2000円ずつ、うん、じゃあ俺だね。ダブルデートみたいになってる。1か、俺もだ。おお、生まれた。また2000、なんかこれやめよう、こういうなんか回す感じ。佐々木くんだけめちゃくちゃマイナス。じゃあ佐々木くんいきましょうか。3。よし、バーの川で派手に転んだ。生命保険を使わなければ4万円払う。生命保険あった、よかった。さあ2出んだよ、絶対に。いきます。はい、2が出ました。そうじゃん、持ってる。4枚持ってないんだけど。あ、借金、借金か。あ、借金。1、2、3、4、5、6、7。お、お、株チャレンジ。ルーレットを1回回して1か8が出れば株かける3万円もらえる。おお、1か8かです。やったらいいんじゃない。行きますよ。え、おー、すげー。じゃあ6万円もらえると。佐々木順調だな。順調すぎるでしょ、金持ちすぎでしょ。俺やっと借金返済したばっかで。見えるか。じゃあ行きます。4。危ない橋を渡ってみて8000円払う。ふざけんなよ。じゃあ抜くですね、はい、じゃあ行きますね。おー、いい数字ね。6、うん、1、2、3、4、5。あれ、これって挑戦できない、止まらないといけない。あ、チャレンジできるんじゃない。できるよね、これ止まらなくても、うん、通ったら、通ったらいけるんじゃない。ああ、なるほど。チャレンジだから、うん、ということは1か8が出ればいいと。じゃあ行きます。こい。おー、すごい。何番ですか。1番。おー、と今なんだっけ。今俺6が出たんだね。
お、お宝チャレンジ。全員でじゃんけん対決。勝った人は場に余っているだろうから好きなお宝もらう。俺だけじゃねえじゃん。じゃあ3人でじゃんけんね。最初はグー、じゃんけんぽい。よし。え、好きなやつもらえるんでしょ。おお、何選ぶか。え、これ価値やばいやつがいいんじゃないの。火星ロケット、クルーザー、オペラハウス。うわ、一軒これ金持ち構成する。最後に多分換金よね。え、これ高いのがいいのかな、これ。なんかね、お宝にも種類が、うん、価値が変わったりするやつもある。ゴミくずみたいな。じゃあ俺オペラハウスもらいます。おお、じゃあ僕っすね、いきます。1、なんで書いてある。おー、企業から監視所3万円もらう、うん、ありがとうございます。おお、5万円。5万円何で。オーガニックレストランをプロデュース。おおおお、すごい、ね、多彩だな。じゃあいきますよ。やった1。何、2万円払う。何で。橋を壊した。僕ですね、じゃあ。で、そうだよね、そうだよね。あ、もうゴールですね。え、もうちょいでゴール。1、あ、え、お、13万払う。え、何で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 。中央版の世界進出に出資。この辺鬼だね。この辺鬼っす。じゃあいきますね。10、やばい、これやばいんじゃない。あ、やばい、これやばい。あ、ビシュル大丈夫。2、3、あ、これまず3万円もらいますね。子供のね、子供の1人付きで、8、9、10。あっちの子。5万いきます。頼むぞ。10、うわ、怖っ。1、8、9、10。おお、10万もらう。人工知能で資産運用10万もらう。おお、これはでかい。でかい、でかすぎる。ゴールした人が自分の番が来るたびルーレットを回し、7が出たら2万円もらう。おえ、ちょっと1着10万。あ、10万。おお。2着5万、3着3万ですね。あ、はい、ゴールですね。じゃあいきますよ。はい、あ、ゴールだ。ゴールですね。これどうやって、あとは生産ですか。生産まで来た。生産どうやってするんだっけ。生産なんかカードがないですか、説明書みたいな。あ、ちなみに何やってんの。え、まだ何やってんの。ちょっと前黄色になったんだからやめろや。前黄色になったんだからやめろや。だからあの時カメラでくるの。あ、そうそう、マジ勘弁して。これ何や、これ黄色になるから。これ動画できないマジで。いや、これ今回ちょっとモザイクしようか。メインしかもメイン、つまらんでしょこれ。吉田くん、じゃあちょっとこれ持ってもらいます。いいぞ。これどういうチャンネルなの。このチャンネルどういうチャンネルになってる。そういうチャンネルになってる。勘弁してマジで。いい大人が勘弁してる。ということで、こっちがメインですね。こっちはもうどうでもいいですよ。そうそうそう。じゃあ検証したら、ね、そうそう。全然気づかなかったわ。もう最初からもういい、履いてもらっていい。徐々にこうこれね、マジで食い込んでくる。吉田くんちょっとエッチなんだよ。やめてマジで、黄色になっちゃったらどうするの。履いていいの。じゃあもう襲撃化できませんからね。ミクルの面白い肌取れたんじゃないか。マジでまたやってんじゃないよ。同じこと。そういうチャンネルになってくるよ、俺たちのチャンネルが。ティーバックチャンネルになるよ。俺初体験ですよ。ティーバックチャンネル初体験。どうすか、ティーバックって。いや、ね、ちょっとハマった。いや、全然ハマらないよ。女性ってこんな感じなんだって感じ。なんかもう、すごい圧迫されてる感がある、うん、え、じゃあこれ、勝敗でなんか罰ゲームとかなしなんだ。まあ、そうっすね。正直罰ゲームみたいなことやってるんですよ。そうそうそう。俺はずっと歯がいてるし。もう、笑いこらえるのに必死だったっすからね。いやー、ビビったわ。はい、まあ、黄色にならなければいいですけどね。じゃあこの勝敗ももうどうでもいいってことですか。そうですね、そういうことですよ。みんな知りたいでしょ、ここまで見たら。一応生産する。じゃあ圧倒的に負けてますよ、多分俺。59万6千円です。俺40万ぐらい。58万。あ、じゃあ佐田君と吉田君いい勝負で、佐田君が優勝。そうですね。いや、俺メイン。急遽今柴田と LINE をしてまして、今からなんとこの家に来てくれることなの。内陣終わってからやっぱ会ってなかったんで、勝利したんですか、奇跡の祝勝会じゃないけど、やっていこうかな。この間の試合でもう2戦目絶対あるでしょっていう話で、うん、2戦目やりたい選手としては浩二選手とか。浩二とやりたいけどさ、やんないでしょあいつ。